高橋容疑者によく似た男がいるという通報が警視庁にありました。警視庁の捜査員が9時15分ごろ東京大田区西蒲田の漫画喫茶に駆けつけて店内で男を見つけ職務質問をしたところ、男は自分の名前を高橋克也だと名乗ったということです。そして蒲田警察署に身柄を移して指紋などによる最終的な確認を行った結果、本人と確認されました。今後殺人などの疑いで逮捕する方針です。警視庁は今後本部に男の身柄を移して17年間に及ぶ逃亡生活や一連の事件で果たした役割などについて解明を進める方針です。繰り返します。東京大田区の漫画喫茶で身柄を確保された男は特別手配されていた高橋克也容疑者と先ほど確認されました。警視庁は高橋容疑者を間もなく殺人などの疑いで逮捕する方針です。警視庁によりますと今朝8時半ごろ高橋容疑者によく似た男がいるという通報が警視庁にありました。警視庁の捜査員が9時15分ごろ東京大田区西蒲田の漫画喫茶に駆けつけて店内で男を見つけ職務質問をしたところ、男は自分の名前を高橋克也だと名乗ったということです。そして蒲田警察署に身柄を移して指紋などによる最終的な身元の確認を行った結果、高橋容疑者本人と確認されました。警視庁は今後殺人などの疑いで逮捕する方針です。